今回はですね、大きくは3つ、富士通の特徴を入れてます。一つが 4K の、熊本の映像を IT のネットワークを通して、恵比寿の会場に伝送して、それを大型のスクリーンで表示すると、これを、リアルタイムで行ってます。また2つ目の技術としてはサウンドインテリジェンスという、技術に取り組んでます。これは熊本会場の音を起点にして恵比寿の会場で音をそのまま大空間に再現すると、音だけではなくてそれに振動、それから光、これを組み合わせることで恵比寿の会場のお客様に臨場感を与えるということができます。みんなでテレビを見る街角テレビではなくて、向こうと、離れた場所と一体感があるですとか、掛け合いをする、さらには向こうでも体験できないような価値を皆様にしていただく、ここに重きを置いてますので、今回のは非常に実験的ではありますけども、富士通としても B リーグさんとしても面白い取り組みじゃないかなというふうに思っています。振動とかも伝わってくるので、なんか臨場感があってすごい楽しめてます。そうですね、なんかもうすごい世界に入れる感じですかね、DJ とかの音もすごいかっこよくて、なんか倍楽しめてる感じがします。選手のあの場所の音とキュッキュッっていう場所の音とか、あのシュート入るゴールのリングの音とか聞こえたので、すごいなんか実際に行ってないんですけど、なんかそれを体験できて良かったです。本当にあの臨場感がすごくて、向こうの歓声とかもこっちにリアルタイムでこう流れてきて、本当すごいなっていうのを感じました。音とか振動とか心臓に響く感じがすごい臨場感があって良かったです。熊本のやっぱ生々しい状況がこの日本のテクノロジーを使ってですね伝わってきて、あの新しい観戦スタイルが今できつつあるかなっていうのを今感じました。